あ、皆さん音聞こえますか？皆さん音聞こえますか？聞こえたら教えてください。皆さんおはようございます。はい。今日はですね、2019年の2月の10日、16時3分でございます。皆さん、アグリン、結婚させたいですか？アグリンのことを。結婚させたいですか？ね、今日一人の花嫁が生まれますんでね。ではですね、企画の概要を説明します。実はですね、もうアグリンの方をアルタ前に待機させてます。ということで、今からアグリンにアルタ前で枠を開かせますので、そこから企画スタートです。ちょっと今、アグリに電話します。こちらはですね、実況席になりますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあ、アグリに電話します。あ、やばい。やばいやばいやばい。あ、ごめん、ちょっと待って。僕のね、セッティングミスですね。僕のセッティングミスです。すみません。よいしょ。ちょっと電話しましょうね。アグリにね。あ、もしもし、和道です。何でしょうか。結婚したいですか？ありがとうございます。じゃあですね、私、実況席の方をやらせていただきますので、よろしくお願いし実ます。況席。じゃあ今からですね、アルタ前にいらっしゃると思うので、アルタアル前タに。前にいます。アルタ前で枠を開いていただけますか？アルタ前で、枠を開い、ふわっちで枠を開いていただ枠を開けばいいですか。なんかすごい混戦してて、本線。混戦って言うんですか。いろんな人が配信してて、今、周りで。あなたのなん周りかで？知らない人がいっぱい、なんか YouTuber とかがいて、開きますね、じゃあ、とりあえず。よろしくお願いします。ということで、天然っぷりがね、すごいですね。ということで、今から、アグリンの方、メインは、アグリン、はい。新ワグリン配信へと。ということで、まずはですね、アグリンの方が配信をつけますので、パソコンの方は2ウィンドウでね、お楽しみください。こちらは実況解説になりますので、ということで、アグリンは枠を開いたら教えてくださいね、皆さん。アグリンが枠を開いたら教えてください。こちらあくまでね、解説席になってますので。解説席ね。さあ、どういう展開になるんでしょうか。あ、もちろんね、指示出しの方は僕の方にお願いしますね。アグリン開いた。ありがとうございます。じゃあ、アグリンの枠、僕も開きますんでね。アグリン開いた。じゃあ、アグリンの方にね、皆さん行ってください。アグリンと、アグリン。さあ、どういう展開が待っているんでしょうか。アグリン行ってらっしゃい。メインはね、アグリンの方へ。展開はアグリンの方ですからね。アグリン枠へどうぞ。愛子ちゃんお疲れ様です。昨日は。お疲れ様です。今からアグリンを結婚させるっていう企画をやりますんでね。もしよかったら愛子さん楽しんでってください。で、どうなってる？アグリン、ワドさん、ワド監督。いや、ワド監督のお見合い企画ではないけどね。まあいいか。まあいいか。じゃあ、
はい、アグリに始まってますね。じゃあまずはですね、第一ターゲットの方をね誘導しますね。はい、え、ちょっと待って、勝手に進めないでよ。そうね、勝手に進めないでよ。待機で少々お待ちくださいって言ってんじゃん。待っといてって、待っといてって言われたの。え、ちょっと待って、誰これ、誰、どっち、今一人で出会いました。え、なんで勝手に進めんの番組を。そっち電波悪いで、バカでしょ。え、誰、どっち、誰、あれ、わけわかんないんだけど、電波止まるし、え、なんで止まってんの。ちょっと待ってよ。え、聞こえてる、みんな。ちょっとちょっと、え放送止まった、こっちの放送止まった。え、何これ、は、意味が分かんないんだけど、まず。なんでもう突しちゃってんの。てない、あ、そっか、え、選び放題。え、トマト止まってる。え、どういうこと、え、何、もう突しちゃってんの。ちょ段取りがわからん、段取りがわからん、段取りがわかんないんだけど、聞こえてる。そう、ちょっと待って、見るわ電波を、聞こえますか。あ、もしもし、和道です。聞こえます。はい、はい、おはようございます。じゃあですね、はい、花嫁候補の第1号ということで、え、花嫁候補の第1号ということで、うん、絆さんリア突してください。今でアグリンの横に並んで画面に映って自己紹介していただいてもいいですか。アグリンの横、はい、今アグリ今放送してますけどね。あ、そうです、あの放送の番組なんで、アグリンの横に出て自己紹介していただいてもいいですか。なんで、もういいよ、結婚しようよ、もう結婚しようよ、ね、はい、監督どうぞ。はい、何ですか監督。もしもし、じゃあ、はい、自己紹介をお願いします。自己紹介ね、はい、絆です。聞こえますか皆さん、はい、聞こえてると思う、はい、現役の新幹線運転士です。絆ちゃんです、よろしくお願いします。今回絆さんは、はい、どういった経緯でアグリンさんの、ことが好きになったんでしょうか。ね、面白くて、うん、場の雰囲気が良かったかなという感じで放送見に来ました、はい、あ、なるほどなるほど。じゃあアグリンさんのリスナーさんということでよろしいですか。はい、はい、わかりました。ではですね、ちょっとアグリンと一緒に雑談をしていてください。雑談、はい、僕こそが婚約者にふさわしいというアピールをしていてください。はい、わかりました。お願いします。ちょっと行かなくてよかったなやっぱり行かなくて正解だったよフフフフフフ、嫌な予感しかしなかったから。よいしょ、じゃあもう一人パートナー紹介してもいいですかもう一人のアグリンのパートナー、問い合わせ来てますんで紹介していいですか。皆さん紹介していいですか。トリプルデートになりますんで、はい、いきますよ。じゃあ行きますよ。 OK ですか皆さん、聞いてます。行きますよ。
はい。あ、もしもし、岩戸です。おはようございます。お疲れ様です。どうも。もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。今ですね、あの、平尾さんの方から、あの、アグリンって目視で確認できますか？え？え？え？何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 ですか？何ですか？ん？どうしたんだろう？うん、何何、もしもーし、もしもし、今アルタ前にアルタ前にいらっしゃいますでしょうか、平尾さん。はい。あ、ありがとうございます。お待たせいたしました。ですね、目視で、あの、アグリンって確認できますか？どこだろう。ですね、アルタ前の、多分、中央の広場の方なのかな、これは。いませんか花嫁。ちょっと見当たらないですね。見当たらない。ああ、ビッグカメラだから、あの、アルタ前の多分真下の方ですね。はいはい。いないですかね。どちらの方にいます？あ、アルタ前の真下ですね。 いますか。そうですね。はい。で、今、あの、マスクとサングラスをつけている方が、あの、第一花嫁候補になるんですね。はいはい。はい。あ、もう、あの、僕は平尾さん推しなんで、あの、今、アグリンの枠に、どうも第二候補ですって言って、あの、自己紹介をして、アピールをしてください。向こうのところに。はい。行けばいいですか？はい。結婚の第二候補で、和道一押しの平尾ですっていうふうに言って、あの、画面に映り込んでください。アグリンの枠開いてるんで。ああ、わかりました。はい。よろしくお願いします。はい。はい。はい、僕の一押しのね、あの、平尾さん紹介しましたんで。はい。皆さん、アグリンの枠見てくださいね。中1何回できますか？ええ、これ適当。適当。どこか、どこか落ち着いたところに行きたいですね、なんかね。なんでもうオフパコしようとしてんの、こいつ。早いよ。怪しい。怪しい。幸せにしてあげてね。詐欺仲間だね、ほんと。これ面白いでしょ、ちょっと。遠隔企画。遠隔。はい。ヒロさん、あ、ヒラホンさん。一人しかいないって聞いたけどね。画面映して。アグリン、素人、そういうところ。無理やり。無理やりとかじゃない。単純に本当に。いや、アグリン、顔映せよ。顔を映せよ。お前企画潰すな。もちろんだよ。面白いでしょ。はい、じゃあちょっと指示を出しますね。
三角関係で。完全なる頃つきづけ。じゃあですね、あれ電話出ないな。電話出ないな。平尾さんに。さてどうしましょうか。配信してるんですか。うん。なんだよ、平尾さんヤクザで行ってって言ったのに。平尾さん、平尾さん、ダメだな、過疎生主は。ヤクザの設定で頼むって言ったのに、売名しちゃってるよ。電話出ないし。普通にデートしちゃってるじゃん。ヤクザっていう体で行ってくださいって言ってるのに。いや、もう企画グダグダなんだけど。あのさ、台本の段取りをさ、すっ飛ばしに行くんだけど、全員。どうしようかな。ちょっと、電話に出ないと指示出しできないんですけど、ちょっと、電話に出ないと、電話に出ないと指示出しができないんですけど。あ、どうもどうも、キズナさん。はい、どうもです。すいません、はい。ちょっとアグリンに代わってもらってもいいですか。はい。これは右に。もしもし、アグリン。はい。アグリン聞こえる？聞こえますよ。ということで、あの問い合わせが来た結婚の婚約者2名で、僕はあの、はい、平尾さん推しなんですけれども。平尾さん推しなんですか？ですね、今から3人で新宿 で、はい、デートをしてもらいますので、はい、アグリンの方から、はい、ちょっとね、あの男ね、2人挟んで、今からおしゃれなカフェに連れてってっておねだりしてください。おしゃれなカフェですか？うん、おしゃれなカフェに連れてってって言って、ちょっとカフェ落ち着いたところで3人でトークしましょう。また、はい、電話すればいいですか？今の監督に。いえ、もうそのまま楽しんでいって、僕は。楽しめばいい、見てるだけ。はい。はいで、あの、何かあったら平尾さんか絆さんに電話していくんで、はい、はい、よろしくお願いします。楽しんでもカフェに移動で、はい、はい。大丈夫かな、この企画大丈夫かな。そっか、土地勘がないのか。おしゃれなカフェに連れてってください。おしゃれなカフェ。どうなるかな。ノーマルですか？おしゃれですか？スタバはおしゃれですか？うんうんうん。スタバは普通でしょ。もっとおしゃれなところに連れてってください。おしゃれなのか。おねだり上手だね、アグリンは。おしゃれなカフェに連れてってください。アグリン、いいよ、おねだり上手だよ。おねだり上手だよ、いいよ。もういいよいいよ、そういうのいいよ、アグリン。ルノワール？ルノワールに行くの、その格好で。ヤクザ、ヤクザじゃん。ヤクザでしょ。面白いな、ルノワールなんだ。さあ、ここでね、男を挙げてくださいね。こうどうなるんだろう、どこへ移動するんだろうね。これ男デートを引っ張る力だよ。デート企画力大事だよ。ここ調べてくれてる。さあ、どっちがね、男性力をアピールしていくのか。
おしゃれじゃない。あーもうクレームが来てる。歩きながら探せ。クレームが来てますよ。おおお、キズナさんが一歩リードって感じだね。キズナさんが一歩リード。さあ、実況の和道です。今ね、私がね、あの企画のね、あのこう見守り人とやってますので、これはね、和道がセッティングしておくもんだろうって言ってますけどね、これをデート力を試すあのリアルドキュメンタリー番組ですので、リアルドキュメンタリー番組。あ、グッチの帽子欲しいな。グッチの帽子欲しいな。グッチのいいよ、アグリ。グッチのあの帽子欲しいな。アグリいいよ。グッチのあの帽子欲しいな。アピールが半端ないな。指輪とかも欲しいな。欲しいな。何を買ってくれないか。こいつクズだな。何を買ってくれない感じかな。クズ女だな。うん、クズですね。ジンバブエドル、今日お金持ってないですか？え、今日お金持ってないの？全員食ですか、じゃあ。え、今日は円は貧乏なの。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ジンバブエドルしかないって言ってる。買ってあげられる。デートなのに。お金ないんだ。カフェなんかあるの？っていうか広角レンズが欲しいな。ここな。広角レンズが欲しいな。あるんだ。え、ここの新宿のところあんの？ペイペイでとか。さあどうなっていくんだろうね。みんなのこと映したいけど、ちょっと待って、変な、この通りを歩いてる。今キズナちゃんが、もうキズナさんいいよ。キズナちゃんが調べてくれて歩いてる。キズナさんいいよ。さあどこに向かってるんだろう。銀座かよ。銀座はちょっと遠いよ。ねえ、アグリンの心を射止めるのはどっちだろうか。どこだろう。どういう展開がね、なってるのか。これは違う。もうラーメンでもいいよ。もうラーメンでもいいよ。ラーメン。もうラーメンでもいいよ。ラーメン。もうそこでもいいよ。もうそこでいいよ。アグリン下から見るとブスだな。下から見るとブスだな。カメラバツとかついてる。ちょっとアグリン下からのアングルきついって。下からきついから。上から映してよ。下からのアグリンきついな。入りづらい。ちょっとね。話できる場所がいい。ラーメン？電波悪くなったら言ってね。ラーメン？ラーメン屋？まあまあまあね、あの展開が変わっていってるみたいですね。もうちょうどいい感じのカフェじゃないか。あ、はい。じゃあ私奥に座ろうか。隣来ちゃうんですか。あれとかって計算力ないのダメとか言われてる。さあどういう展開になるんでしょうか。そうそう、でも大丈夫、ここ怪しくないから。着物で来てって言ってるやつは来てないよ。みんな映せない、私の顔だけ見て。じゃあ外カメラにしときますね。アウトカメラにします。すごい組み合わせ、超ヤクザみたい、二人とも。何これ。じゃあ私生で
あ、やっぱりじゃあカルピスチューハイとか、あ、アンキモポン酢も食べたいですね。あ、のんちゃん、ちょ、お見合い中なんだよ今。ジンバブエドルで足りますか？ジンバブエドル多分足りると思う。足りますか？ヒロオさんがいます。ヒロオさんいます。え、AV デビューなの私今日。あ、のんちゃんだ。のんちゃん来てる。のんちゃん来てるよ。のんちゃん、ありがとう。会議はどう？絆ちゃんお酒飲めない感じですか？明日運転だ。ちょっとウーロン茶だね。じゃあ私マグロ山かけとアンキモポン酢食べたい。え？ダメですか？じゃあ私だけじゃ生ビール飲みますね。面白いな。おしゃれなカフェじゃなく海鮮って言われたら全然違う。いや、右が監督さんじゃないですね。監督あ、これこれさんスタイルになってる。そうだね。面白いね。ありがとう。まあ、ちょっとポイント高かった今。さんはあれです、気が利くいますね。なんか鍛えられてるんですか？そうね。なんかやらないと怒られちゃうんですか？そうそうそう、私はタバコはね吸わないんで、よかったら誰も吸わない感じですか？僕吸います。あれ吸うの、はい、あれあれあ、そうだね。あ、KP、 KP のお茶、 KP、 ミスターマリックです。第一印象はそうですね。これは今まだ言えないですね。面と向かって言われるの、ね、面と向かって言われるの聞いてなかったよ。例えば監督に何て言われたの？着いたら電話しろって言われたっけ？忘れちゃった。忘れちゃった。カフェじゃないけど。カフェ、カフェ、おしゃれなカフェ。まあ見てるでしょ、多分。ねえ。見てるから。ねえ、見てる。見てる。喫煙運転。喫煙運転。喫煙運転。吸っても大丈夫だよ、ここは。このカフェなら吸っても全然みんな吸ってるし。すごいおしゃれ。あれ、頼んだっけ？頼んでない。さて、さてみんな聞こえてる？どういう風に持ってこうか。とりあえず今絆さんがあっと、絆さんは年収1200万円なんだけど、どう持ってこうか。完全にこれ絆さんの流れだから、ちょっと平尾さんバックアップしたくない？何この空気。大根役者でしょ。はい。
なんで何も食べないんだろう。あれコメント止まってるけど、うちの放送見れてんのこれ。うちの放送来てるの。私が癒してあげるよ。なんでこっちコメントがないんだろうな。なんでみんなコメントないのこっち。しっかりしてよ。しっかりしてくださいよ。ヤードツ。どうするこれ。どうやって持ってこうか。ちょっと相手ピンチだよ相手。平尾さん、俺の一押しの平尾さんが全然。ちょっと押されてるよ。あの乾杯が始まったね。さてどうしてこうか。ヤオさん緊張してんのかな。平尾さんに指示出しをした方がいいかな。平尾さんにね、ヤクザの設定で言ってくださいって言ったんだけど、悪徳俳優ですって言っちゃったんだよ。ヤクザですって言って吹かしてくださいってお願いしたんだけど、いきなり初対面で悪役俳優ですって自己紹介しちゃって、緊張してるのかな。もう設定崩壊しちゃったんだよね。どう思ってこうかな。みんなちょっと打ち合わせしよう。どう思ってく。ちょっとねえ、平尾さんにグイグイ言ってもらわないとこれいい流れ作れないから。ちょっと平尾さん声聞こえてんの、みんな大丈夫。さあ、ブスだな、ブスだな、ブスだな。聞こえてる、なんか怪しいな。ちょっと平尾さん緊張してる。平尾さんちょっと平尾さんこれ緊張してるでしょ。これグダルパティーンだな。グダルパティーン、俺行く現場に。俺遠隔でやろうと思ったけど、どう思う。遠隔で企画遂行しようと思ってたんだけど、これグダルパティーンじゃない。どうする、みんな的にはどう思う。これ回しやった方が良かったパターンかな。現場に向かう。企画生放送ですよ、生放送。いや遠隔でやろうと思ったんだけど、演者が打ち合わせ通りに動いてくれないっていうパターンなんですよ。行った方がいい。マジか。いや台本ちゃんと書いたんだけどな。打ち合わせさん、ちょっとじゃあ準備していいですか。僕準備していい。ちょっとじゃあ回しに行くわ。ちょっと、ちょっと急いで行くわ。カフェっぽくねえだろ。カフェ、それだ。うめ、しょうがねえな。知らなかった。そんなにね、私食べないんですよ。神経質になってる時は。
同じ匂いがするって言われてる。みんなどう思う？どっちがいいと思う？なんか木戸さんはなんか私のこと絶対好きじゃない気がするよね。アンケート。アンケート取る。こういう時にアンケート取ればいいの。怪しいなぁこれ。怪しいんだよ。ちょっと怪しいじゃん。平尾さんはさ、怪しいというか黒だ。黒なの。何しに来たの今日。ワイマックスがない。ここ何で動いてんだろうこれ。あれ全然電波ない。平尾さん下手だな。何の電波拾ってんだろうこれ。アグニちょっと回しに行くわこれ、ね、これ番組アグリに負荷がかかってるから。一番回せるのがアグリンになってるな。よっしゃ行くぞみんな。乗り込むぞ。いつか止まるかなこれ。まあいっか。止まったら教えて。ね。いやアウトって。どこも繋がってない。マイマック繋がってるけどゼロ電波なんだけど。動いてる？動いてんだ。わけわかんないね。いや、LTE 使ってない。Wi-Fi なんだけど。よく動いてるね、これでね。おっぱいでけえな。あ、いいよ。白はいいよ。どうしたの？あぶねいいよ。どう思う？もうでもまだね、まだ指令が来てないからね、何もね。私は平尾さんって給料制なんですか？誰かを恐喝して得たお金。恐喝して得たお金。なんか何をしてるのかよくわかんない。お給料。自営業。自営業っていうことは、みかじめとか違う。いや、見た目で言ってるでしょ、これ。そう見た目で言ってるやつ。そういう格好じゃなかった、普通の人。普通の人
ちょっとじゃあ僕向かいますね、皆さん。